これから小林地区産の馬肉をいただこうかと思いますこのようにですねなんかからし味噌がついてるんですねこのからし味噌にですね醤油を入れると これで醤油でこのからし味噌を溶いてですねそうすると美味しいということだそうですねでこれにこのね馬のもも肉これ 200g ありますやっぱ 100g じゃなくて 200g 買うのがおすすめですねやっぱり 200g だとね食ったっていう感じがしますからねでこんな風につけてですね うんあの、ね、やっぱね、うん、高級な肉っていうのはね臭みがないんですよねだから食べてもねなんかね結構ね合ってない感じがするんだけど高い肉ってそういうもんなんですだからこの味付けが大事なんですよねああでもやっぱねこのこのからし味噌がね この癖のない肉にねよくこの味が染みてですねこれはすごく美味しいです合図になったらこれ絶対合図に行ったら絶対買うべきですね先はですねこの菊水の辛口を注ぐともうこれはシンプルに常温ですね まあそういうわけですね。いやーまた、合図行きたいですね、ぜひ。それでまあ,あの、東北のね、部落については、まだ、未解明なところもありまして、まあ、とりあえず、福島については、まだ、あの、いわき市にあるんですよね。で、いわき市の部落は、多分ね、すぐわかると思うんですよね。 難しそうなのがね富岡町ですね。ここは一応ね、あの原発事故の立ち入り禁止にはなってないみたいなんですけども、ただあの、記録だと1個だけなんですよ。だから多分なんかね、そういう川を扱うような家が1軒あったっていうだけの話なんで、これを見捨てるのは至難の技ですね。 やっぱりあれってあの震災あったしね原発事故もあったんでそれで仮にね平成になってのが残ってたとしてももうあれで移住しちゃってる可能性もあるのでただまあもし何か情報があればあのぜひお願いいたしますうんこれね、うん、通販もしてるんで会津番手町の 小林地区さんで検索し,てしたら出てくるんでぜひね私と同じように楽しみたい方はネットで買うこともできますのでうんーおいしいということで、うん、小林地区さんの馬肉でした。